来い、ワイヤー、どうなる、おおお、閉めてる閉めてる閉めてる、オッケーオッケー、こういう感じか、なるほどね、結構使えるねこれ、なるほど。1000年前に崩壊した地球、その地球では今機械の動物や兵器などが支配しておりました。その世界の謎を解き明かすゲーム、ホライゾンゼロドーン、本日も行きたいと思います。画面の前の皆さん、どうもゆうきです。前回ですね、このアーロイという主人公の幼少期が終わりまして、チュートリアルが全て終わったので、このね、もう成長した状態でスタートしていきたいと思います。行き当たりばったりでね、本当にもう初見でやってますので、ぜひグダグダするとは思いますが、見てってください。で、ですね、レベルアップするとどうやらね、スキルツリーでスキルを解放していけるみたいなんで、2つほどゲットしました。それがね、これでサイレントストライク、R1 で音を立てずに小型の機械や人間を倒したり、大型の敵に大ダメージを与えたりできる、まあ、要するにステルスからの、クリティカルを狙えるってやつですね、気づかれてないやつには。でもう一つはこれです、真上からの一撃、まあね、要するに高いところからジャンプして強襲して一撃で倒せるっていう、まあもうね、ステルスアクションスキルをちょっと買ってみました。それでは行きましょう。まあ、ステルスがね、多分このゲームどうやらおそらく大事みたいなんで、アイテムをゲットしていきます。石、はい、行きましょう。で、焚き火がね、溶けた雪でびしょ濡れだ、びしょ濡れで、かかり火というか焚き火がね、なんでいない、でとりあえずお父ちゃんみたいな、人がねいなくなっちゃったんで、お父ちゃんを探しに行っております。お、アイテム結構あるね。取っておきをゲット。で、かがり火というか焚き火でセーブするので、まさにね、ダクソみたいな感じに似てるっちゃ似てますね、そういうところがね。まあ、勝手にこじつけましたけど今映画でとにかく本当綺麗なんで。何してる、お、お父ちゃんあの上にいるね。何やってんだ、突っ立ってる、ただ突っ立ってる、突っ立ってるだけっていうね。これどうやって登るんだろう。あ、こうやって登れるんですね、ジャンプすると。はい、登ります。お父ちゃん、アーロイ来たか。何か問題が、何をしていた、何をしていたりしましょうか。今朝は狩りに行くって誰かさん言ってなかった。ああ、忘れてはいない。お前の訓練について考えていた。生きる術と狩りを学んだ。イケボですね、相変わらずね、だがまだ教えてないことが一つある。ほう。学ぶ意思は？もちろん、あなたの教えはすべて受ける。最近少々問題があってな、うん、この教えを学ぶいい機会にはなるが、とても危険だ。備えは万全に。さもなくば死ぬ。すごいな。安息の地へ降りて、炎の矢の素材が集まるまで狩り続けろ。ほう、炎の矢？本格的になってきましたね。問題って一体何のこと？炎の矢を作る。素材を手に入れたら、あそこで会うとしよう。母の源へと続くもんだ。北の門？安息の地の端の？そうだ。さあ、行きなさい。じゃあ、まあ、他に何かある？他に安息の地でやることはある？変わり者のグラータに食料を。時間があれば1週間分の肉を買ってやれ。一度でいいからお礼を言ってくれれば。グラータ、もう規定に従っているだけだ。彼女が口を聞かないのは侮辱じゃない。ならいいけど。なるほど、変わり者だね。あ、これじゃあ聞けるんだね。何か悩み事？いいや、何でもない。なんか隠してそうだね。試練の後のこと？試練の後のことが心配なの？分かりきったことだ。お前は部族の一人として認められるが、私は変わらん。異端者だ。ロストン、たとえ認められても私は。やることが山積みだ。なるほどね。後で話そう。はい。この二人はね、異端者って言って、素材を集めに行く。でも部族から嫌われてるんですよね。アーロイ、あいつはお前と話すたびに掟を破っている。ありがたいことだよ。他の商人は異端者にトラップキャスターを売ってくれないからね。なら余分に買っておけ。今晩使うことになる。トラップキャスターが必要になると。
きつなことを言うな。うん、分かった、北のもんで。なんかあるねこれね、なんかありそうな匂いがする。そんで、で2人ともね、異端者って言って部族から嫌われてるんですね。でその嫌われてる理由を知りたいと、で自分の母親がなぜいないのかを知りたいと、ということでアーロイはね、その部族の試験を受けるために、ここまで成長して、頑張って修行を積んできました。ロストの様子が変だ。おお、すごい。ね。でまあ、もしね、これでアーロイが試験に受かってしまったら、アーロイはね、部族の一員として認められてしまう代わりに、まあロスト、さっきのおじさんはね、そのまま異端者で残ってしまうっていうことをね、言ってるわけですね。さあ、ここに行きます。なんだ、どうしたらいいんだろう。とりあえず、この方向キーの方に向かいましょうか。焚き火は近づくと発見することができると。この谷を越えたことは一度。じゃあ、クイックセーブ。クイックセーブします。試練で変わる。2日で答えがわかる。そう、それをね。あと2日で母親がわかる。そう、母親。そして異端児とされたわけも。そう、異端児とされた理由。理由があるならばだけど。よし、じゃあ炎の矢の素材を集めるか。うん、群れはどこ？っていうことなんですね。だから結局その自分が異端児とされた理由を探したいと。あと2日で中に入れるんだ。たくさんの人が寄り集まる場所。寂しい人なんて。なんかいるよ、キツネみたいの。キツネみたいのいる。間違えた。ちょっとね、操作性がまだ慣れてないんで。オッケー。丸がね、ローリングなんですよね、これね。バツじゃない。バツがジャンプなんでね。丸が回避ローリングなんで、ちょっとたまに間違えちゃいますね。っていうことなんです。お、何これ。母の眼差し。母の源。うん。とりあえず、こっちには500。こっちは200。59、近い方から行きましょうか。とりあえず敵に見つからないように、なんか狩るのかな、もういきなり。あ、こっちから行けるな。敵らしい敵はとりあえずあんまり見当たらないですね、今のところ。あ、いた、もういるわ。ほう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 。まあこの距離だったらまだ見つからないでしょ。あ、結構いるな、もう。これをね、このね、フィールドを張ると敵の方向とかね、向きとかを全部読めるんですよね。結構いるね。ちょっと近づいてみましょうか。ちょっとこれを拾いながら、矢の素材ですね、ゲット。いるな、あそこに。ちょっと一体ずつ行きたいですけど、ハイライトしてます。今弱点は目ん玉だけなんですね、きっとね、やつの弱点は。これでもなんかあんまり近づくと怖いな。でも結構普通に行ったり来たりしてるだけですね、これ。やっぱ目が弱点ですね。倒した。気づかれてないな。うん、気づかれてない。ナイス。もう一発いこうか。くれ。オッケー、ワンショットワンキル。そいつもいくか。ふっ、ナイスヒット。よくやった、アロイ。で、倒した敵から多分素材が剥ぎ取れると思うんですよね。で、これを、全て取るか、三角で一括で取れますね。オッケー。甘いな。私はこう見えてもね、FPS プロプレイヤーだからね、うん、誰にも言ったことないんだけどね。誰にも言ったことないし、誰も知らないっていうね。あ、こういうこともできるんだ。へえ。おお、すごいすごいすごい。結構俊敏に。ん？どうやって、あ、こうすんのか。OK。で、しまって。どうすんだっけ？スキル、違うな。違う。これだ。これでね、作れるんですよね。矢尻とか、矢を作ったり。こっちはなんだ？お、これは何？炎の矢が作れるんだ。で、今、普通の矢が、ちょっと作っときましょうか。アイテム生成が×です。これ作ると、プラス3生成。OK。で、今、矢が20本になってますね。右下に書いてます。
サクッといけたよ。お、かがり火じゃなくて焚き火があるからそこでセーブできますね。セーブしていきましょう。 OK、 ゲット。クイックセーブしていきます。クイックセーブ。 OK、 さあこの先へ進んでいくのかな。今のところ、このなんかこの狐みたいな、何これ。お、どこ行った。あ、こいつこいつ、これこれいける。おりゃチェッ。あれチェッ。あ、倒せた倒せた。これ何これ。アライグマ、アライグマ、新鮮な肉、骨付き肉。やった、肉取れるんだ、やっぱりこういう動物からも。面白い。あ、いる。うわ、結構いるな。なんだなんだ、何がいるんだこれ。結構な数いる。一人は、あ、なんか牛みたいなやつだね。牛みたいなやつと、あれはね、ちょっと敵っぽいやつなんですよね。牛は多分臆病なやつなんで。追いかれないようにしないと。やばい、見つかった。当たんで、ふっ。オッケー、倒した、ゲット。もう一人。あぶねえ、なんだ、あぶねえ、あぶねえ。どこにいんだ。オッケー、もう一人来た。普通に戦ってる、ステルスじゃなくて。おら普通に戦ってる、普通に戦ってる、普通に FPS だけで戦ってる。違う、こういう、違うんだ、こういうじゃないんだよ、多分こういうじゃないんだよ、多分ステルスでやっていくみたいな、ちょっとかっこいい感じのね。狩猟をしなきゃいけないから全部普通に倒すっていう、なんかちょっと違うよね。こうじゃないんだ、こうじゃないんだ、多分私が思ってるこういう感じじゃないんだと思うんだ。あー、今のあのなんか牛みたいのいたんですけどね、牛のマシン、あ、あそこにいるな。あれが多分ターゲットですね。これ、あ、違うか、これが炎の矢の素材かな。これか、使えるなってやつが、これが炎の矢の多分素材ですね。ポッチャ死んでるよ。なんで、なんかいる。いた、いた、いた。待った。あー、なんか、なんか鳥、鳥いるよ、鳥。これ何これ。鳥いるよ、鳥。鳥いたわ、鳥。鳥倒そう。やばい、見つかってる、見つかってる。怒ってるな。来るぞ。残念。大丈夫、気づかれてないですね。気づかれてるけど気づかれてないみたいな、よくわからない状況なんかこっち側にも、あー、いたいたいた、なんかいるな、なんかいるぞ。あれ倒せるんじゃないか、いけるな。あれ背中のあれが弱点です。よっしゃ、 OK、 倒した。ナイス、ナイスヒット。もう一体いたかな。来たな、気づかれてる、あいつか。 OK ちょ、全部普通に倒してんだけど、ちょ、全部気づかれて普通に倒してんだけど、多分こうじゃないんだよ、こうじゃないんだよ。まあ、まあ、いいや、倒してるから。 OK、 ゲット。 OK、 いいよ。何が目的なの何すりゃいいの炎の矢の素材でしょ。ここまではいいんだよね。もう一体いるな、もう一体倒しとくか。よし、逃げ切った。ほっ、ツーチェッ。オッケー、よし。あいつらね、多分逃げてくるんですよ、臆病者なんで。炎の矢の素材、これ多分そうだよね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。結構集まってる、集まってる。なんか、なんかいる、なんかいる。あぶねあぶねえ、なんだなんだこいつ。切れてる、切れてる。よしよし、ロックして、黄色い背中を、背中が弱点だから。あぶねえ、いてて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 、切れてるぞこの馬。どうすんだこれ。当たんで、オッケー、当たった。ここ弱点、うわ
あ、違う、間違えた。攻撃できなかった。攻撃できなかった。逃げるのかよ、あいつ。来るか、来るか。来るな、来るな。木を盾にして。気づかれてる、気づかれてる、気づかれてる、気づかれてる。あぶれ。OK! もらった。矢が切れてる。矢がなくなった、矢がなくなった。矢作らないと。面白っ。狩り、面白っ。普通に面白っ。狩り作ろう。狩り作ろうじゃない。矢作ろう。OK。そんで、これもそうだよね。炎の矢の素材。あとは、もういいのかな。じゃ、とりあえず黄色いとこ向かってみましょうか。とりあえずね、黄色いとこ。黄色いとこで武器メニューを開く。うん、作れってこと。いや、素材をゲットしてこいつだから作っちゃダメなんだよ多分ね。 OK。 黄色いとこ向かいます。こっちかな。カルストキャプチャー入手。 トラップキャプチャー公開。あ、火の矢を生成する。あ、生成しちゃっていいんだこれ。 OK。 生成します。 OK。 できたよ。これも使えるね。あ、これで武器を変えれるのか、こうやってね。OK。まあ、火の矢は今いいですね。普通の矢でいきましょう。で、こっち。OK。面白いね。なかなかね。結構ワンショットワンキルが気持ちいい。なかなか。来ました。あの、牛のマークみたいなのなんだろう。上のね、このマップの。ストライダーの生息地。うん、母のゆりかご。ストライダーの生息地っていう方行ってみましょうか。多分ストライダーってさっきのあの牛さんみたいなやつだと思うんだけど、違うのかな。あー、いるな。結構いるぞ。あそこにいるな、一人。戦わないとか。当たんね。やばいかも、やばいかも、これやばいかも。結構数いる。ちょ、一回逃げよう、一回逃げよう。来てるな。ふっ、いてー。ちょっと待って待て待て、逃げろ逃げろ逃げろ、一回逃げよう、一回逃げよう。これはちょっと分が悪い、分が悪い。敵の数が多い、多分。当たんなかったな。結構狙ったんだけどな。来てる、来る。うわ、何マジで。あぶね。なんか弾、光線、光線。ちょ、回復しよう。何、マジか。やめよう、ストライダー行くのやめよう、うん、数が多すぎる。まあ、あれをサクサク倒していきたいね。でもあれ倒してたら今日の撮影終わっちゃうと思うんだけど。狩猟気持ちいいけど。あ、でも、あ、でもこれ目的地？こいつら。こいつらターゲットなのかな？違うよね。またか。やるしかないな。やるか。仕方ね。あ、でも見られてんだな、多分な、これ。結構見られてるぞ。一発ずつ倒していけば、多分。ダメだな、これ。気づかれてないけど、この距離じゃ無理だな。これの解除の仕方は分かんない。撃たないでやめるみたいな。これこっちじゃないな、向こうだな。目的地向こう行くか。こっちか。20何メートル。あそこだ。じゃあ20何メートル、200何メートル。結構遠いっていうね、なかなか。え、なんだ、何この人。この人人間じゃないの。ノラの話しかけてみましょうか。掟を破って異端児と話すつもりなどない。ダメらしい。異端児じゃダメなんだって。つまんない人生送ってやがるぜお前は。だからお前はいつまでもそんなわけわかんないお祈りでしか生きていけないんだ。ポイント OK。 こっち行きます。あ、こっちが目的地かな。あ、結構距離あるね。なかなか。お、いいよ。ゲット。ちょっと矢仕込んどくか。カルストからトラップキャスターを買わないと。うんうん。
トラップキャスターを買いに来たということですね。カルストからトラップキャスターを買う。誰もいないし、会っても平気そう。彼も待っているはず。なるほど。ああ、いた。不安そう。彼は、なんだろうね、異端児と話してくれるみたいな人なんだろうね。あ、いたいたいた。これか。カルストと話す。いやー、これはこれは異端児さんがいらっしゃった。ああ、大いなる母よ。やっと気づいたか。誰かに見られてないかキョロキョロしてたみたいだけどな。気をつけろよ、首痛めるぞ。あんたがここに来るたびどっちにしろ痛い目に遭ってるだろ。取引する。取引しましょう。じゃあ、はい。前に来た時は確かトラップキャスターがあっただろ。まだある？あるよ。だがスクラッパーのレンズが必要だ。そりゃそうだろう。特別なスクラッパーのレンズが必要なんだね。ヒゲすごいよね。この前スクラッパーを倒して、逆らっぽにしても、本当に無傷かね。逆さにしても顔になるみたいなね。お、ほうほうほう。これ買うんだ、これで。トラップキャスター。へぇ。じゃあ買う？買った。スロット、あ、武器スロで変えれるみたいな。あ、トラップキャスターセット。ここでいいのかな？ほら、トラップキャスターはあんたのもんだが、狙う場所には気をつけろよ。いいな。衝撃のワイヤーがなくったって、十分ハラハラする人生を送ってるよ。どういうこと？そう。やってみるか？まあ、いっか。じゃあ、とりあえず、さよなら。じゃあ、取引成立だな。それじゃ、またな。トラップキャスターを買ったから、北の門でロストに会おう。OK。トラップキャスターを使う。長押しでメニューを表示させ、これトラップキャスターか。これですね、トラップキャスター。これがトラップキャスターっていうんだ。これ何なんだろうね、これね。ワイヤーを地面に狙って2箇所打ち込むことで設置できる。敵がワイヤーを横切ると爆発する。なるほどね。ワイヤーを張ってそこを敵を横切らせると爆発するっていうやつなんだね。面白い。準備できたから、あれ、こっちでいいのかな。いっ、なんか食らった？大丈夫？いっ。とりあえず、まあ、トラップキャスターじゃない方で行きましょう。 OK。 弓、普通の。断じだからって通れないわけじゃないさ。取っちゃえ取っちゃえ。へえ、イタンジが来たぞ。うえれ、つま先を踏まれないようにしないとな。つま先を踏まれないようにしないとな。何を言ってんだ。お、なんだお前、なんだそれ。掃除してんのか。しっかりやれよ。まさか母なし子が。母なし子ですよ。皆さんが気持ち悪がってるね。元気に生きてますよ。私は死なないよ、そう簡単にね。絶対この世界の謎を解いてやるんだ。いいね、なんかね、なんかね、ディズニーランドのね、なんだっけ、なんとかアドベンチャーワールドみたいなね。すっごい適当なこと言ってるけど。すっごい適当なこと言ってるけど。お、いたいたいた。ちょっとトラップワイヤーを使ってみたいな。試しにやってみるか、一回。ストライダー。やっぱこれストライダーなんだね。どうやってやればいいかな。とりあえず、これを、設置する箇所を2箇所決めるんだよね。じゃあまあちょっと見やすいようにこの辺に、ここにしますか。これで設置しました。で、矢にして、まあ、あいつ行きますか。じゃあ、ちょっと試しにあいつをおびき寄せて。OK、気づいたはず。気づかない？今気づいたはずだけどな。おい、こっちだよ。来た来た来た。このワイヤーに、来い！来い来い、ワイヤー。ワイヤーあるよ。なんて言うんだ、お前。倒しちゃったよ。来た来た、もう一匹来た。探してるのが私じゃなきゃ。さあ来い来い、ワイヤー。どうなる？
お、お、お、閉めてる閉めてる閉めてる。オッケー。オッケー。こういう感じか。なるほどね。結構使えるねこれ。なるほど。あれワイヤーで引っ掛けるとしびれて動けなくなるんだ。うん、本当に罠だね。なるほど。面白い。いいんじゃん。これ多分結構使うんだろうね。多分設置しないと倒せない敵とかいるのかもしれない。もしかしたら強くて。所持最大だって。ダメだ、持てない。さあ仕事に戻って。うん、うん、OK、 仕事に戻って。さてと、あれ目的地あっちちょっと全然違う方行ってたわ。 OK、 じゃあ目的地に向かいます。矢も作っとこうか。 OK、 矢作って、炎の矢も作っとく。なんか足んないんだ。10本しか作れないって感じかな。 OK、 さあ進んでいきますよ。ここですね。反則の地の外から爆発と叫び声。うんうんうん。一体何が？何の話？こっち？あ、イノシシみたいなんだよ。イノシシいた、イノシシいた今。見つけた。約束通り。イノシシ取ってるよおっちゃん。アロイ。ちょっと待って、今そういうとこじゃない。おらー、オッケー。これなんでこれ見逃すんだよ。食料だぞこれ。ジジイ。鈍ってんじゃねえのかお前。さあじいさんとこ来ました。さあ来い、話がある、はい、ロストンとこ来ました。お父ちゃん、炎の矢はある。安息の地の外から爆発の音がしたけど、言ってた問題ってあのこと？もう少しすればわかることだ。夜を待つ。夜を待つ。何編みこれ？むつ編みお父ちゃんのひげ。何の教え？トラップキャスターがある。カルストから前に言ってたトラップキャスターを手に入れた、うんうんうん、あの不届きな商人がいくらで武器を売ったのか考えたくもない、うん、安くはないけどその価値はある。そうだよ。それも時期に結構良かったよトラップね。バチッと仕掛けて。どういうことだ？爆発は安息の地の外だった。どうしようもできない、うんうん。何があったの？叱るべき時が来ればお前に教えてやろう。うん。それまで待つんだ。なるほど。ねえロスト、考えたけど試練を終えても、そりゃそうだよ。父ちゃん代わりを縁を捨てる子じゃないよアロイはね。育ての親を忘れるなんてこと。そりゃそうだ。アロイ、接触は掟で禁じられている。知ってる。でも関係ない。なんだ？義務を重んじるのは知ってる。でもこれまで私は掟に全てを奪われてきた。そうだ。もうそんなことさせない。そうだ。撃たれ撃たれ。掟には従わねばならんのだ。頑固じじい、てめえ。やっぱりそう言うと思ったよ。ならこうしよう。お前はいつまでそんな頑固なんだ。こっそり会いに来る。そうだ。見つからなければ面倒も起こらない。うん、そうだそうだ。ロストが掟のせいで話さなかったとしても私が話す、うん、これは私の罪で、ロストは聞くだけ。それなら大丈夫。全然大丈夫、問題ない。そうか、随分と考えたな。だろう。ごめん、そんなに考えた感じはしなかったけど、まあでもいいや、しょうがない。うん、それぐらいしかないからな。そうだな。そうだよ。一休みしよう。夜までまだ時間がある。少し休んどく。そうだな。今夜は眠る暇がないからな。寝よ。今日夜に何か起きるんだね。へえー、なるほどね。よし、オッケー。じゃあそれでは、ホライゾンゼロドーン本日はここで終わりにしたいと思います。今日はね、狩りの基本というね、ステルスアクションからの矢をねバシバシ敵に当てて倒したり、トラップツールをね使ってワイヤーを張って敵をしびれさせたりと、このゲームのねちょっとアクション性が見える一日でした。それでは次回もぜひね、アーロイで遊んでいきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。またね。面白いね。ジジイの後ろにねイノシシが取るとは思わなかったな。じいさん気づいてなかったからな。まったく食料だっつってんの。じゃあセーブしていきましょう。